ちょっとお願いが。あらあら、珍しいわね。何？これ、今日バイト中にうっかり破れちゃって。メイドラテの観葉植物を移動してたんだけど。キャー！いっぺんに2つも！ミサちゃんすごい！植木を置いた時に枝が引っかかったらしくてビリッとね。今夜のうちに家で縫ってきますって持ち帰らせてもらったんだけど。あらあら、自分でやったらさらにボロボロにしてしまいそうで。じゃあ夕飯が終わったらすぐに直しておくわね。私がやりましょう。え？ふむふむ、このくらいなら私でも大丈夫だよお姉ちゃん。そうか。それじゃあスズナに任せて、私はご飯の支度をするわね。ここに裁縫の道具があるから、スズナここでやれば。わかった。それではお姉ちゃん、私はメイド服の修理をするよ。作業中は決して覗かないでください。ああ、え、あらあら、たくあんがみんなつながってるとかないようにね。せっ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 と。うん、米のとぎ汁さえあればワックスなんて必要ないな。薄いが直してくれたんだっけな。見事すぎる仕事だな。本当にあいつは何者なんだ。変態ストーカーです。治ったよお姉ちゃん。早いなスズナ。これで猫耳つけたらニャオとか言うんだよね。なんで来てんだ。いや、着心地はどんなものかと思いまして。ニャオフルセットじゃないか。うわ、誰か来た。あ、宅配便かな。はーい。いいよスズナ、私が出るから。でも検証の商品かもしれないよ。そんな格好で出たら配達の人もびっくりするだろう。ワイルドさん、エルカラー。はい、今開けます。ハコ、なんでしずこ。兄がお腹を壊したので代わりにアルバイトしてるんですよ。スクーターでブブーと配達です。しかし慣れないものですっかり暗くなってしまいましたね。でも今日最後の家が美咲さんのところでよかったです。すぐ分かりましたから。って私喋りすぎですね。ここにハンコください。ああ。はい、お品物です。スズナさんにですね。何これ。それではまた学校で。ありがとう。ツボ。おい、スズナ。お帰りなさいませ、ご主人様。食事にされますか？それともお風呂？それとも、私？メイドはそんなこと言わないよ。おお、そっか。これじゃコスプレ好きな新婚夫婦ごっこだね。スズナ、ツボが届いたぞ。ああ、それは月刊ぬか喜びの懸賞品だね。当たってたのか。やったねお姉ちゃん、これで美味しいぬか漬けが食べられるってもんだよ。いい加減メイド服脱いでよ。ご飯できたわよ。お、並べるの手伝ってくれる？次はお母さんの番だよ。あらあら、お腹周りが心配だったけど、なんとか入ったわ。でも、縫い目が広がってたらごめんね。食事はまだかね。ただいまご用意いたします。お嬢様、よろしく頼むよ。絵本。はい。ん、何かな。あ、私が出るからお母さんいいよ。あら、そう、また懸賞品かな。どん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 、あゆざわさん、今開けます。サンコください。今度はサクラ。いつもはお姉ちゃんがこのバイトしてるんだけどね、急にお腹が痛いって言うから私の代わりにやってみたんだよ。スクーターでブブブブって最初はいい調子だったんだけど、分かりにくい家とかあって何ともくじけそうになったんだよ。あ、でもミサキんちの配達で今日は終わり。やったー、ミサキんちならすぐ分かるからラッキーって思ってたら、何これ、すごく重かったよ。大変だったな。こっちは軽かったけどね。2つともスズナちゃん宛てです。はい、ポンポンと。わー、これで終わり。じゃあまた学校でね。あ、ありがとう。紅茶と泥大根。おお、また2つ当たったね。こっちは別冊お茶しませんかの検証で、あれはなんだっけかな。週刊自然派少女かな。隔月刊泥世界かな。どっちでもいいか。確かにどっちでもいいよ。ああ、ちみちみ、早速ぬか漬けにしようかね。かしこまりました、お嬢様。いや、まだ続けるの。見てるこっちが恥ずかしいから、もうメイド服返して。それじゃあ、やっぱりこうなるのか。見ているこっちが恥ずかしいとか言ってたからね。見られてる方なら恥ずかしくないと思って。
メイドラテじゃないと恥ずかしいよ。あ、そうだわ。ミサキ、庭から漬物石に適した石を持ってきてくれない？え、私が？ええ、今すぐ。でもほら、今メイド服だし。あら、おかしなこと言うわね。え、メイドさんがご主人様に意見するとは驚いたわね。そういうのありなのかしら、ありなのかしら。おお、お母さん、見事な奥様っぷり。いや、しかしこの格好で外に出るのはちょっと。あら、私ぬか床を作り始めちゃったし。私も泥大根の泥を洗ってるからね。もうドロッドロだよ。かしこまりました。ただいま持ってまいります。よし、今がチャンスだな。おお、ちょうど良さそうな石があそこにあるじゃないか。手早く済ませるぞ。あれ、美咲ちゃん。美咲ちゃん、家でもその格好してた？いつからここはメイドラテになったの？何しに来たんだお前ら。いつものようにじいちゃんから野菜が届いたら、ものすごい量で、いくら俺でもとても食べきらんで、美咲ちゃんに食べてもらおうと箱に入れて。こんなに大きいカボチャがゴロゴロ道端に転がりまくって本当に邪魔。二人ともさっさと中に入る。あれ、美咲ちゃん何その石？漬物石。俺が持とうか？俺が持つよ。じゃあ三下くんよろしく。さすがに男の子が二人いるとご飯がきれいに片付くわね。また時々食べに来てね。手際いい。さて話は戻るけど、大量の野菜を持ったヨウくんはうちに来る途中で箱の底が抜けて野菜がゴロゴロ。またカボチャがよく転がってな。そこに偶然俺が出くわしちゃったわけなんだ。まさかそう簡単に段ボールが破れると思っとらんで。そういう時は箱を下から持つんだよ。お、なるほど。相変わらず細胞がシンプルだね、三下くん。なんやそれ、どういう意味や。みんな紅茶飲むか。さっき届いたのがあるんだ。すずな、開けるぞ。いいよ。難しいこと言うな、たくみは。単細胞ってことじゃないかな、ヨウくん。ダメよ、すずな、人のことを単細胞だなんて。はい、どうぞ。おう、うさぎリンゴ。いや、人のことを単細胞って言ったのはたくみやで。おい、ひどいな、たくみ。ヨウくん、そうしてるとまるで捨てられた犬のようだね。ガビーン。ダメよ、すずな、人のことを捨て犬だなんて。いや、悪かったかね。そういや、うすい、あの猫まだお前家にいるのか？猫？あ、うん、いるよ。へぇ、たくみんち猫飼っちゃうのか？名前は？名前、そういやないな。なんだよ、じゃあ今までなんて呼んでたんだよ。呼ぼうとしたことないかも。まあ確かにお前が猫に向かって話しかけてる様はなんかしっくりこないな。はい、子猫ちゃん。やっぱり名前ないってかわいそうやろ。ヨウくん、それ何個目？知らん。まあそれはいいでしょう。へ、じゃあ何かいい名前を考えましょう。リンゴ、やかん、土鍋、つまようじ、ゴンロ。ただ目についたもの言ってるだけじゃないか。お、かぼちゃ、白菜、ドバドバ。ミサちゃんが名付けて。え、あ、あ、じゃあ、あ、リヒトってのはどうだ。紅茶の缶に書いてあったんだが、なんか響きが良くないか。メーカーの名前かな。その猫ちゃんは男の子なの？ああ、リヒトだとオスっぽいか。どうなんだ。どうだっけ、多分オスなんじゃない。なんだよそれ、性別すらちゃんと確認してないのかよ。うん、でもいい名前だね、リヒト。そういえばお姉ちゃん、え、いつまでその服着てるの？そうね、着替えてくればいいのに。はぁ、言われてみれば。しまった、着慣れてるもんだから。あ、でもメイドさんの美咲ちゃんが入れる紅茶も飲みたい。お前の名前リヒトなんだって。知ってる？リヒトってドイツ語で光って意味なんだよ。意味なんて知らないまま言ったんだろうけど、光をくれるなんてさすがだよ。ほんとそっくりだよね。
おいで。悲しいから素顔を